ばんは、NMB48 のケイトこと篠月ケイトです。イエーイ、佐田のはるかです。よろしくお願いします。お願いしますなんかすごいですね、これ。すごいな。ケイトね、17ライブさしたことないんですよ。はるかも初めて。すごい、なんかいろんなさことが起こりすぎて何が起きてるか。なあ、ほんまに。さことが起こりすぎて何が起きてるか。なあ、ほんまに。さことが起こりすぎて何が起きてるか。なあ、ほんまに。おお、すごい、すごいペンライト。イエーイ。盛り上がってますね。え、固まってる。え、なあ、固まってるな。めっちゃ電波悪い。え、大丈夫なんかな。これ合ってるんかな。すごいすごい。これ合ってるんかな。すごいすごい。これ合ってるんかな。すごいすごい。固まり。あの、これ聞こえてんの。あ、画質は悪いらしい。あ、そうなんや。うん。これコメントここ？多分。全然分からへんこれ。え、すごい、めっちゃ流れてるの。押してみていい？うん、押して。あ、でもこれっぽくない？これっぽくない？あ、ぽいぽいぽい。え、何何何？え、ちょっと待って、ちょっと待って。キャンセル、キャンセル。あ、これか。うん。おー、ほんまや。カクカクってなって、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 めっちゃ止まるってか、カクカクってなって、めっちゃ止まるって書いてる。やっぱ止まるね。カクカクってなって、めっちゃ止まるって書いてる。やっぱ止まるね。カクカクってなって、めっちゃ止まるって書いてる。めっちゃ、え、カクカクってなってる。めっちゃ止まるって書いてる。やっぱ止まる。めっちゃ、え、止まる。今、え、今止まってる。ちょっと待ってくださいね。つまようしたから。あ、こいこ。よしたから。あ、こいこ。よしたから。あ、こいこ。どうもお待たせしました。今度すいません、申し訳ない、ごめんなさい。どうでしょうか、いけるかな。3度目の正直、3度目の正直、3度目の正直、3度目の正直。ああ、固まった。3度目の正直。ああ、3度目の正直。ああ、固まった。止まった。やっぱ一生ちょっとケイトちゃんとこの状態かもしれないかもしれない。でも今日これで終わるかもしれない。なあ、これで終わるかも。3度目の正直。ああ、固まった。止まった。一生ちょっとケイトちゃんとこの状態かもしれないかもしれない。でも今日これで終わるかもしれない。なあ、これで終わるかも。やばいやん、止まった。3度目の正直。ああ、固まった。やっぱ一生ちょっとケイトちゃんとこの状態かもしれないかもしれない。でも今日これで終わるかもしれない。なあ、これで終わるかも。やばいやん、止まった。切ってる？あ、切ってます、 Wi-Fi は。あ、お、お、頑張れ頑張れ、お、お、頑張れ頑張れ。あー、頑張った、止まった。あ、あ、なんかこれあかんな、ずっとこれで画面だけ動いてんのにな。ダメだって、ダメですねって。ありゃありゃ、昨日でも普通に、うん、でも普通にやってたのに、うん、たのな。なんでなんや。だ、毎回微妙な顔で止まるの。いや、それな。なんちゅう顔を、叫び声がループしてるって。やば、あ、それで、まあ、それで、こっちの方がよくない？ G の方、うん、うん、叫び声ループ、めっちゃうるさいやんそれ。申し訳ない。ごめんなさい、それは申し訳ない。切りますか、これで。このパスワードで一回切った方がいい。うん、ごめんなさい、また切ります。
すいません。はい、ちゃん、いけた、よかった、お待たせしました。すいません、ごめんなさい、ごめんなさい、本当に待っててくださってありがとうございます。ごめんなさい、本当に本当にすごい、ここが空間大丈夫ですか。え、あれ出ちゃった、感じて、でも、いけるかな。ケント頑張れやって、ケント頑張る。ちょっと今固定してます。固定させてもらってます。ちょっとごめん。ミルさんが開催される NMB Live 3 Days を盛り上げていくために、うん、NMB48 のメンバー6人が日替わりで配信をしてライブ向けにカウントダウンをしていくという配信です。すごい、初めての試みですよね、こんなんね。そうですね、あんまりないもんね、今まで。そういうの嬉しい、すごい面白いな、これスタンプいっぱいあって、すごい画面が豪華じゃあね、まずはオープニングトークということで、はい、30分経ってやっと本当にお待たせしました。はい、ではライブ3 days のお話をしていければなと思います。しましょう。ちょ、この顔で、この顔でこの顔ですね、この顔です、この顔で、うん、ライブ3 days のね、今はもうレッスンとかちょくちょくね、うんうん、始まってきていますけどね、何かありましたか。でも、うん、そうですね、ケイトとハリちゃんが、うんうん、あのお昼公演、夜公演2回あるんですけど、そう、新選組公演ですね。そうです、そう、それが昼、おぉよぉよぉ誰か分からへん。そう、昼夜あって、ハリちゃんは夜組 で、ケイトは昼組でやらせていただいてます。はい、そうやな、リハとかね、結構やってきてるけど、うん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 、なんか今回はすごい、あの7期生とかとも、ね、なんか喋れたりして、うん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 、すごいなんか新たな発見もあったりとか、うん、聞いてるね、聞いてるね、ほんまに聞いてる。
白かったのは、うんうんうん、なんかまあ後でね発表するんですけど、うんうん、この昼夜公演のグループの名前とか、そうなんですよ、をね決めたり、なんかこうテーマとかを決めた時に、うん、なんか和田美優ちゃんがすごい発想の、なんか面白い、そうなん、テーマを持ってきて、うわ聞きたいな、めっちゃみんなから却下されてました速攻で却下されてて、そう、なんか新選組公演ってやつやから、うんうんうん、なんかこう歴史の新選組に寄せてなんかこう考えてく、うんうんうん、来てくれたみたいで、うんうんうん、そしたらなんか、うん、徳川家康とかみゆちゃんちょっとなんかちょっとめっちゃ笑ってて、そうもうめっちゃ笑っちゃったっていう、でもめっちゃすぐ結果されてたかな。ケリーさんどう？ヒルはね、うん、まあまあ個性強いんですよ。確かに。そうで、でもやっぱり一番飛び抜けてるのは、うん、あの中野未来ちゃんなんですけど、ミラコさん。はい。あのそのね、うん、ケットたちもグループ名とか決めるときに、うんうんうん、未来ちゃんは初期、うん、書くのをやってくれてたんですよ。すごい。一日中やってそれをやってくれてたんですけど、あの一回も漢字合ってません。ちょっと一日全部漢字間違えてて、全然あかんやん、本当に一文字も合ってなかったそうちょっとね、後で、うん、ちゃんとグループ名発表した時に何がどう違ったかは言うんですけど、待っとこう、全部違いましたそう、まあ、ミラコさんらしいらしい、初期は絶対したらあかんですねそう、でも結構ね昼メンバーはわちゃわちゃしてますね。確かに、なんかリハとかもめっちゃなんかこう、なんていうんやろ、ワイワイしてる感じやなって、そうなんです、あの出口ゆいながいる時点で、はいはい、もう素晴らしいですね。あ、もうあれハルリンス揃ってもらわなあの抑え役と元気役と一緒におらなダメですわ、これはちょっと今回はちょっとね抑えずそうなんですよ、ぶっ飛ばしてもらって、そうでも元気にやってます、楽しいですよね、そう楽しい、うん、結構ね7期生ともなんか何バトルとかで関わったけど、そうグループだけやったのかな、そうそうそう、だからなんか今回すごいいろんな7期生と関われて新たな一面を発見できてね、うん、いいですね、いいですね、あとドラさん6期やしな、そうなんですよね、なんかすごいあの研究生公演を思い出しますね、うんうん、確かに確かに、夢は逃げないなあ、懐かしかったですよ、思い出しますよ、ではではこのところで次の企画に行きたいと思います。いはい、さてカウントダウン生配信最初のコーナーはこちら、1位はどれ？勝手にランキング。イエーイ、ランキング。こっちコーナーではですね、テーマごとに与えられた3つのものを、うん、私の独断と偏見、うん、と偏見、私たちの独断と偏見でランキングしていくコーナーです。皆さんとワイワイしながらランキング付けをしていければなと思います。はい、これはもう本当に、うん、もうほんまに偏見で、そうやな。そう、もう自分が思ってます。そうやな。え、何これなんかめっちゃちょっと待って、やーやーこれ、ね、言うやな、やちょっと可愛いのしてくださいよ、逃げとこ、あ、消えた、よかったじゃあね、ここでランキング付けしていくのはですね、はい、神様から急に才能を与えてもらえるとしたらどれがいいランキング、ということで神様に才能を与えてもらえるとしたら、うん、3つ発表するんですけど、うんうんうん、3択の中の1つ目がダンス、2つ目が歌、3つ目がお笑い、うわこれをランキング付け、わちょっとどれも欲しいなこれ、そうそう、難しいな、もうだって、うん、正直これ全部才能あって、うん、もうやってたらね、もう最強や、最強なアイドルですよ、はるかのお、ランキング、はるちゃん発表しますか、発表しますか、うん、うん、は、うん、1位は、うん、3位かめっちゃ1位アホやろ、1位は大体ちょっと楽しみにとっておきたいけどな、すぐ発表したかったな、ちょっといいよ、好きな2位からでも3位からでも1位からでもいいよ、3からいきましょう、はい、3からいきましょう、3は、うん、3はダンス、おー、ダンスね、ダンス3位ですね、はいはいはい、で2位が、で2位が歌、お、歌で、1位がお笑い、はい、おなるほど、マジで、うんうん、もうお笑い要素なさすぎて、そんなことないと思って、ほんま、1位から発表するってなかなかないそれはちょっと天然が出てしまいましてね、天然お笑いみたいなでいいんじゃないほんまに、うん、いいと思う、いけるいけるもうちょっとじゃあ分けてもらいたいかなって思いますね、あ、なるほどね、才能神様から、ケイトちゃんどう、じゃあケイトは、うん、
1位はですね、止めてくれ。ここがね、うん、歌。おー待て待て、1位なんやろ、1位なんやろ。もう1位は多分想像皆さんつかないと思うんですけど、はい、お笑いです。お笑い、うん、一緒ですね。これは本当に揃えたとかじゃなくて、うん、びっくり。いやもう真剣に考えて、うん、このぐらい、この順位ですね。うん、そうケイトもお笑い要素本当にもうめちゃめちゃ欲しい、欲しいというか、あの、そうですね、お笑いがないので、まあダンスも歌が、ダンスと歌がじゃああるんかいって話になるけど、いや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 、そんなことないけど、いやいやいや、ありますよ。そう、お笑いが一番なんか降りてきてほしいなと思います。かっこいいな、かっこいいな、この指。カリさんからこんなとこいじられて。あ、なるほど。嘘やろ。なるほど、あの、もしこれあの延長することになったら、はるちゃん一人で配信してもらえる。え、嘘やろ、そんなことあります？企画を、重要な、重要な告知事項だけは2人で。了解です。それはじゃあもうあれやな、最後10分前とかになったら、そうやな、2人で発表します。そんなことある、寂しい。一人でしてもらうので、そう、ケイトちょっと10時までなのでね。そう、ケイトちゃん年齢がね、やのにこんな時間に配信しちゃって、ほんまに申し訳ない。もうでも、もうちょっとね、パンパンといきますね。はい、いきましょう、はい、そんな感じです、はい、今のランキングは皆さんどうでしたか？私たちとね、一致した方はぜひ仲良くなりましょう。なりましょう。一致しなかった方もなりましょう。もちろんです。みんな仲良くなりましょう。はい、というところで次のコーナー、次のコーナー、次のコーナー、ここ読んじゃった。ここ読んじゃった。次いきますね。はい、次のコーナーはこちら、私ならこうするマイプロデュース公演。プロデュース公演ね、はい、憧れよな。そうです ね、今も結構プロデュース公演増えてきて、うん、そうよ、いろんなメンバーさんがプロデュース公演されてますけど、はい、ね、今やってるのだと Will Be Idol 公演、うん、あかりんさんプロデュースのと、ミルさんプロデュースの大阪魂と、うん、ね、私たちもね、研究生の時に、はい、さやかさんプロデュースでね、夢は逃げない公演をやらせていただいてましたけど、自分が逆に今度は出る側ではなく、うん、出てもいいけど、うんうんうん、作る側になった時に、うん、どんなのを作ってみたいかなっていう、もうこれも、まあ、本当に妄想だけのお話。でも NMB メンバーね、もう最強やから、みんなそう、もうね、選びきれんよ ね、正直。わかるわかる。まあでもちょっとこうやってみたいなって思うのは、うんうん、なんだなんだ、私はメンバーはまず、うん、まあ、ちょっとまあ自分も入れさせてもらって、はい、入れましょう、入れましょう、頑張ろうっていうあれなんですけど、はい、私と、うん、川野七穂ちゃんと、はい、勝負マリンちゃん、おーおーおー、そして七期生から、はい、真鍋安寿ちゃんと、うん、平山舞ちゃんです。おお、なるほど。すごい、どんな人生ですか、それは。これは、うん、ちょっと自分が勝手にダンスが好きなだなって思うメンバーを選びました。うんうんうん、おお、なるほど。そう、自分の好きなダンス のメンバーと一緒にやってみたいっていう。そうそうそう、なんかすごい、なんか7期生でめちゃめちゃこうね、うんうん、公演とかも頑張ってる2人と、うんうん、なんかすごい踊り方もいいなって思うし、うんうんうん、でマリンちゃんと奈々穂ちゃんもめっちゃ大好きなんで、うんうんうん、ちょっとその好きなパフォーマンスをしてくれる4人に囲まれながら、うんうん、自分もやりたいなっていう、うんうん、感じですね。まあ、パフォーマンス面を選ばせてもらいました。言ってなかったけど。嘘、嘘やで、ね、ごめん。嘘ですよ、嘘嘘嘘嘘。いいと思います、私も。いいねっていっぱいコメントくれたし。ほんまに、はい、じゃあ第2弾の時ちょっと待ってください、これ第2弾ケイトちゃんで。お、やったね。行きましょう。イエーイ、嬉しい。ではね、
次はケイトのね、うん、聞きたい、発表したいと思います。ケイトはですね、まずメンバーは自分も入れて、はい、中野未来ちゃんと出口ゆなちゃんとはるちゃんと、あとゆなな、早川ゆなちゃん、うんうんうん、とちひさん、はい、この6人です。え、何面これで、このメンバーで、うん、このメンバーの共通点は、うん、元気がいっぱいなところです。もうね、はるちゃんとかも今見てもらったらこんなに 笑ってるんですよ。もうマジで声が大きくてだからこの、うん、あのですね、元気いっぱいな感じの、うんうんうん、もう感じのメンバーで、なんか笑顔弾ける曲をしたいなって思う。ちょっとちょっとちょっと、このスタンプこれなーってきた。それなーってきたね。どれにそれな、どの意見にそれで。でも確かになんかジャンルの違う元気さかも、うんうん、ケイトちゃんはフレッシュ元気みたいな、うんうんうん、踊りもなんか笑顔もいいみたいな。でユイナはなんかちょっとまあ声が大きい踊り方がね、褒めてる、もちろん褒めてる、もちろん褒めてる、うんうん、でもお笑い要素もあるもちろん褒めてるな、もう褒めてます、そう、面白そう、はるちゃんね、元気ばちひ元気かってきてる、ちひさんちひさんもうめちゃめちゃ、けどもう元気な曲のちひさんめちゃめちゃ好きで、まあどの曲も好きやけど、うん、あの今告白の空砲公演のね、公演のね、公演の爆発してるな。そう、告白の空砲公演を一緒にやらせていただいてるんですけど、うんうん、未来の果実で、ちひさん好きが、もうすごい、わかる、わかる、すごいめちゃめちゃ弾ける踊りをしてはって、めっちゃ好きやな、めっちゃ好きなんですよ、わかる、そうだから、うん、ちひさんも一緒に確かにもうちひじゃんって言ってる、そう、ね、そうなんですよ、だからえ、いいなぁ、え、見てみたい、もうなんか本当に元気、もう見てるだけで元気こっちにももらえるみたいな、確かに幕開いた瞬間にもなんかパワーもらえそう、そうそうそう、もうなんか明るい照明バーって入って、え、めっちゃいいやん、そうやってみたいなって、やろうやろう勝手にやろうとか言ってね、どっちもまたね、できたらいいですね、ね、いいですね、夢やな、もうね、こういうの考えるのめっちゃ楽しいからな、私もほんまに勝手に考えてね、楽しんで、そうそうそう、考えてメンバー同士で言い合ったりとかよくある、そうよ、ではではね、そろそろ次のコーナーに行きたいと思います、はい、それでは最後のコーナーになります、お、はい、最後のコーナーはこちら、私ならこうする、あ、先言っちゃったこれ言っちゃったこれごめんなさい、もう一回、もう一回テイク2、はい、最後のコーナーはこちら、いろんなお話をしよう17トーク、おー、ということでですね、最後は17ライブさんが用意してくださった17個のトークテーマの中から好きなテーマを選んで皆さんとフリートークしていこうという企画です。わざわざありがたい、本当にありがたい、ありがとうございます。どうしましょう、17個もあるから選びたい放題やで、ほんまやん、じゃあちょっとやっぱライブもあるんでこれ聞きたい、NMB48 で一番好きな衣装、うん、おー、いいですね、やっぱね、ライブとかさ、ね、特になんかどの衣装で出てくるかなとかあるじゃないですか、うんうんうん、ありますありますね、ちょっと聞きたいな、うわ、一番か、どうしよう、そう言われるとむずいよな、難しいよな、かわいいのいっぱいありすぎて、かわいいもかっこいいもいろいろあるからな、あー、なんやろ自分で言っといても何やろ、まあ、悩むよな、でもいい衣装がいっぱいあるからなあ、ほんまに皆さんどうなんやろ、なんかあの NMB48 の衣装総選挙みたいなあった時に、懐かしい、あ、虹の作り方、ハーとかが結構人気でしたね、一夜とかの恋愛被害届、あー、かいやつねこれ立て島みたいなんじゃなかったっけ、え、そうやんな、セクシーな ね, ねやつね、ジッパーね、人気ですね、妄想がわいいですね、僕の気です、あ、好きです、私もなめこじハートかわいい同じココテン、わー、大好きですよ、今回ね、楽しみですね、そうね、ココテンもあるし11日にあります、そうやで、昼より2回もあるんです、わ、いいですね出ますか、出ないか、出ないですね、あ、ここで、あ、私も出ない、ね、ちょっと出たかったそう、いつかね、出れるようにね、出たい、ペンライトもいいですね、あ、好きですよ、まあ、でも、しだれ柳って書いてくださってる、なんかね、しだれ柳はなんか新しい感じがしました、確かに個人的になんか
っこいい、かっこ綺麗、うん、そうそうそう、ね、なんかあこんな衣装もあるんや、確かに、なぎいち、夢は逃げない、夢は逃げない、 T シャツ衣装あったっけ、 T シャツ短パンかな、もしかしてまあまあでも ET、ね、いいですよね、 T シャツもさ規制によって違うか、確かにね、いろいろあるもんな、うん、王道、いいですね、かわいいよね、恋なんか、あピンク、わかります、かわいい、かわいい、あれもかわいい、あれもなんかついた、これあれちゃう、ケーキちゃう、わほんまや、おめでとう、ありがとうございます、おめでとう、赤白も、新しいやつですね、すごい、赤白ちょっとなんか韓国っぽいよな、あれ、うん、確かに、ね、形がなんか、うん、そう、ちょっとお腹が出て、かわいい、お腹が出て、あの衣装着る前はご飯食べれないなんでや、うん、初恋至上主義とかアップデートとからしくない、お前が、おにゅう、おにゅう、かわいい、はるちゃんはどうですか、何の衣装が好きですか、でも着てみたいのは、うん、いいねいいねいいね、ジッパーとかがだったり、あうわめっちゃ見たいめっちゃ見たい、ジッパーとかやってみたいなって、着てみたい、いいねいいね、スタイルいいから、憧れ、ケイトちゃん、ケイトですか、うん、ケイトなんやろ、でもケイトは、うん、やっぱ僕だって泣いちゃうよ、あ好きですね、結構初選抜だよね、そうなんですよ、自分が思い出の曲やし、そうなんですよ、確かにあのワンピース可愛いな、うんうん、ちょっとなんか選抜だけね、ちょっとデザイン違うもんな、ひらひらついてたりとか、可愛かった、特別感がある、いいね、そう、いいね、はるちゃんのジッパーだって最近あれですもんね、初グラビアやったもんなそんなん知ってくれてるの、そうそうそう、優しい、もう発売中、そう発売されてます、ブブカさんね、ブブカさんです、皆さん、はい、ぜひ見てください、見てくださいぜひぜひいいじゃん、いいじゃん、歯とかもやっぱ多いな、歯ね、あれいいでしょうね、なでも結構重たいですよねなあ、ほんまに切るのもちょっと大変やったりするし、そうそう、結構ずっしりしてるんですよ、なあほんまに豪華、いいですね、そんな感じですかね、うん、まあ、今回ねちょっと17個もあって1個しか言ってないんですけどそうね、お時間がそうなんですよ、でも今回選ばれなかったトークテーマもですね、うん、次回また話すかもしれないので、うん、次回もぜひチェックしてください、お願いします、お願いします、さてさて、そろそろね、はい、終わりが近づいてきましたが、そうですね、ちゃんとねもう時間以内に2人で言わないといけないことがあるので、ね、そうそうそう、ここはちょっとコメントを開きながら、はい、自由に話していこうと思います。そうですね、行きましょう。はい。すごいな、でもこんないっぱいなんかいろいろ出てきますね。の、すごい。時間優先で。な、先まで。はい、ちょっと。あ、もう行きますか。では、はい、それではそれではですね。はい。ちょっとここでお知らせというか。はい。7月の10日に行われますね、うん、難波新選組公演の、はい、タイトルと、スローガンを発表したいと思います、いいでしょ、どっちも発表してしまいたいと思いますしてしまいたいって言ったらおかしいですねしちゃいたいと思います、イエーイ、ではではまずもうお昼から行っちゃってもいいですか、お願いします、じゃあまずタイトルを昼夜言って、うん、それでスローガンを昼夜言いますね、はい、ではまずお昼のグループ名ですね、うん、はい、グループ名はこちら、じゃん、社員です、わーかっこいい、なんか社員です、かっこいい、そう、これきらめきっていう漢字を一文字でこう書いて、うん、これで社員と読みます、読み方です、アテジ的なね、そうですそうです、わーかっこいい、社員です、社員ね、イエーイ、おー拍手きてる、あ、ありがとうございます、拍手きてるよ、この社員っていうのはですね、うん、きらめくっていう意味なんですけど、うんうん、まあ、うん、最初はいろんな案が出た中で、うん、あのイメージをまずね、うんうんうん、お昼のメンバーのイメージを考えた時に、うん、なんかやっぱり明るいメンバーが多かったりとかいうイメージで、なんか太陽みたいなイメージがあるねって言って、うんうん、そうやな、でその太陽からキラキラに行ったんですよ、キラキラしてる、おーおーおー、ステージ上でもキラキラしたい、うん、でそのキラキラからキラメクが出てきて、キラメクをなんか社員、うん、これ説明難しいな、ちょっとむずいな、これむずいな、社員っていうなんか、う
太陽社員って言うらしいんですよ。はいはいはい。で、うん、それでなんかちょっとやっぱり漢字一文字ってインパクトあるじゃないですか。確かにかっこいい。そうだからそのインパクトがある中で、うん、その太陽っていう文字を残したくてこれで社員になりました。素晴らしい、かっこいいですね。イエーイ、ありがとうございます。お昼のグループ名です、こちらが。はい、いいね、ありがとうございます。それでは、はい、夜も発表していただきます、はい、夜何でグループ名は、グループ名こちらです。じゃん、おナンバー一番タイ、わー、パチ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 、一番タイ、はい、そうナンバー一番タイっていうの、かっこいい。これは、まあ、まず今回 の, その公演タイトルが新選組公演なんですね。だから私たち夜のメンバーは新選組っていうところから歴史のね新選組をイメージしたわけですよ、うんうんうん、なるほどなるほど。そうでちょっとそっちにかけたいよなっていう話になって、じゃあなんか新選組とかで1番隊2番隊とかがあるらしいんですね。おで1番隊っていうのが一番なんか、うん、まあ、優秀というか、あ、はいはい、一軍みたいな。そう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 、だからじゃあ私たちはナンバの1番隊に一軍になろうってことありました。そう、かっこいいですね、和な感じ、そうやね、めちゃめちゃ和な感じやねんけど、うん、いいね、そうナンバ1番隊でございます。かっこいい、強そう強そう、なんか漢字がねめちゃ並ぶし、そう強そう、すごいなんかこう、まあ、1番になりたいぞっていう気持ちを込めてしましたね。かっこいいです、かっこいい、はい、こんな感じです。いいですね。ではではスローガンもね発表したいと思います、はい、そうですね、ます。ではお昼のスローガンはですね、なんやなんや、こちらじゃん、太陽の陣、炎天下で走り続けろ。すごい、そう入ってる、もう熱々ですよ、お昼は。さすが、はい、昼やしな、昼やし、そう昼やし、昼やし、ちょうどね、そうそう昼やしね、熱々で太陽の陣でですね、まず、うん、まあ、さっき言ったようにイメージで、うん、イメージをなんか考えた時に、うんうん、太陽とか、うんうん、太陽よりも眩しく輝きたいねっていう話が出たんですよ、うんうんうん、だから太陽を取って、うん、で陣はあの、そのそれこそあの新選組にかけて、こっちもそう、こっちも同じ、やっぱそうよな、そうなるよな、かけたいねっていう話をしてて、太陽の陣になりましたね。で炎天下で走り続けろっていうのは、あれですね、一番とかの天下、うんうんうん、天下っていうのと、その太陽から熱い炎を取って、その炎天下になって、走り続けろはね、まあまあ後々意味が分かると思います。えー、っていうのは気になるな、はい、ライブをしたら分かると思います。はい、はい、では夜も気になる、はい、じゃあ夜はください、じゃん、ナンバ一番隊、お、御用改めであるです。かっこいい。そう、これは、うんうん、まあ、あの案としては勝負マリンちゃんの案なんですけど、おお、そう、おさんこ魂感じる感じる感じる。そう、まあ、今回はナンバ魂見てたルベサじゃないですけど、はい、そうなんか、うんうん、そのそれこそさっき新選組、うん、でなんかこうその決め台詞らしくて、御用改めてあるっていうの、はい、だからじゃあもうナンバ一番対御用改めようってことでこれになりました、うん、なるほど、はい、もうめちゃめちゃ歴史の和な感じ、もう和をめちゃめちゃ追求して、いい、ね、そうなんですよね、こよいです、はい、こんな感じですね。この、はい、新選組公演でお昼公演、夜公演あるんですけど、はい、それぞれキャプテンがいまして、はい、はい、まずお昼のキャプテンはですね、おー誰や、私がやらせていただきます。はい、ありがとうございます、ケントキャップ、私がお昼はやらせていただきます。そして夜はですね、はい、なんと、私、佐野のはるかがキャプテンを務めさせていただきます。よっ、はるちゃん頑張ろうね、頑張ろう、頑張ろうって頑張ろうって言ってるんですけど、なんとですね、昼夜対決になっております。いやこれね、そうバチバチしてるんですよ。こんなめちゃねギラギラと喋ってましたけど、ここライバルなんですよ。そうそうそう、リハではバチバチね、はい、してますね。そう、もうバチバチやってますよ、どっちも熱くやってるんですけど、メラメラね、はい、やっぱりね、ここで各グループのね意気込みというか、うん、言っていきたいと思いますね、はい、まずお昼から行かせていただきますね、はい、お願いします。お昼はやっぱり、明るい
っていうのをまず明るくて太陽よりも輝こうっていうのを、うん、モットーというかみんなの、はい、素晴らしい意思を統一してですね、うん、もう明るく元気に熱いライブにしたいと思いますので、うん、皆さんも熱く盛り上がりましょう。素晴らしい、はい、はい、こんな感じです。はい、まあ、夜はですね、はい、そうなんか逆にその昼組よりかはちょっとなんか大人めんというか年齢もちょっと高いメンバーが多いのでなんかそこはちょっと違いを見せつけれたらなって思いますし、まあね、もっともっと昼以上に盛り上がっていけるようにもうもっともっと気合い入れて頑張るんで皆さん待っててください。お願いします。違いを見せつけるって言われましたよ。こっちだって昼よりも昼よりも暑く、こっちだって夜よりも夜よりも暑く、あーさすが、太陽の力も浴びてますからね昼は。確かにちょっと夜は太陽の力ないんですけども、月の力でね、月の力で輝こうと思います。太陽の力で暑く暑く、はい、皆さん暑くなりましょう、なりましょうっていう感じでですね、はい、発表をすることは以上なんですけれども、はい、では、ここからは晴れちゃんが一人で延長して、延長ですか、はい、これ延長してもらおうと思います。どうしたい、あの一人で何をしたい、はい、延長しますって何回もね、カンペ出されてるから、ただの延長しますって書かれてる、もう何回もどうしようずっともうずっと出されてるから、あ、すごい熱く燃えてる燃えてる燃えてる、いいですよ皆さん、もっともっとそうですよ、今から燃えていただかないともうメンバーは ね、もうリハーサルでバチバチに燃えていますので、うんうん、そう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 、皆さんも一緒に楽しみましょう、楽しいライブにしましょう。おということで、はるちゃんここからお願いします。はい、任せてください。はい、ケイトはもうちょっとしたらスッといなくなりますえ、これはどうしようか、どこからやればいいんですか。50秒になっちゃったので、ケイトじゃあそろそろ、うわー、ありがとうございました。それでは、はるちゃんに引き継ぎたいと思いますありがとうございました。どういう配信これいなくなっちゃったね、なんか一人取り残されてどうしたらいいですか。これはどうします。え、これどっから、これ全部どれをしたらいい、ここから、ここから、え、これはそれを私が言ったらいいですかこのなんか言わなあかんこと、うん、はい、まあね、まあ、コーナーはケイトちゃんと、まあ、2人で楽しく全部できたということなので、まあ、私からはね少し、おー、なんか盛り上がってる、イエーイ独占やね、させてもらっちゃったりしちゃって、そうはい、まあね、さっき、新選組公演のキャプテンと、そしてテーマとグループ名もね、皆さんにお伝えさせてもらったんですけど、はい、おさらいをね、皆さんと最後に情報のおさらいたいと思います。イエーイはい、7月9日から11日に NMB48 のコンサートを ZEP 大阪ベイサイドで開催します。イエーイ。まあでも皆さんね、もうこの配信見に来てくださってる方は知ってくださってると思うんですけど、そう、体調パワー、そう、体調頑張りますはい、そうですね、金曜日は18時から白間みるさんソロコンサート2021 ZEP でもみるみる公演ですね。みるさんのソロ2回目かな、みるさんのソロ公演はね、そう、時間、そう、ケイトちゃんはね、時間でちょっといなくなっちゃいました。そう、よろしく勝たん、おー嬉しい頑張りますよ。はい、まあ、みるさんのソロ公演もすごい楽しみですね。ベイサイド読めたって書かれてる、ちょっとはいそして次の日土曜日は、先ほどから私たち、まあ、ケイトちゃんも言わせていただいてました、13時から NMB48 難波新選組公演で、13時からは太陽の陣炎天下で走り続けろ、はい、さっき出てくれてました、ケイトちゃん、塩月ケイトちゃんがキャプテンのお昼公演になってます。これも楽しみですね、めちゃめちゃ。
もうすごい個性がね、私から見てもすごい個性が強いメンバーばっかりやから、すごいお昼も楽しみだなって、ちょっとなんか一観客としてちょっと見させてもらいたいなって思ったりします。はい。そしてその土曜日同じ日の18時からは、ネーム B48 難波新選組公演、難波一番太鼓よう改めであるということで、夜公演私がキャプテンを務めさせてもらうんですけど、夜公演のメンバーね、すごい今もリハーサルでこう昼に負けないように頑張ろうってめちゃめちゃ頑張ってリハーサルもやってるんで、皆さんぜひ楽しみにしててください。はい。そして、日曜日は13時からと18時から2公演ですね。2公演。ネーム B48 ここにだって天使はいる公演2021。おお、これは皆さんもすごい楽しみなんじゃないですか。私もすごいなんか昔の先輩方がやられてるの見て、なんか今回2021バージョンを見れるのすごい楽しみやなと思ってるので、一緒に見ましょう。ね、昼夜でメンバーも少しね変わったりするので、いろんなメンバーのいろんな一面が見れるんじゃないかなと思います。一緒に見ましょう。はい。土日は各メンバーが異なるので、ぜひぜひそれぞれの違いを楽しんでいただければなと思います。はい。そしてなんとこの全部ね5公演ともこの17ライブさんで無料生配信されます。わー、ありがとうございます。17ライブさん、すごいすごいですね。無料生配信、無料ですよ。これは絶対見なきゃね。はい。まあ、ライブまでね、さっきもケントちゃんとめっちゃ言ってたんですけど、あと6日なので、会場にね来れないって方もぜひぜひ17ライブさんの配信で見てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。一緒に盛り上がりましょう。なんだってってね、イエーイ、すごい嬉しい、ありがたいですね本当に。電波だけお願いします。確かにちょっとね今日はあれだったんですけど、大丈夫だと思うのでぜひ皆さん見てください。はい。そして、はい、ちなみに私と、さっき出てくれてたケイトちゃんは、さっきから何度も言わせてもらってるんですが、土曜日のね10日の公演に出させてもらいますので、皆さん楽しみに待っててください。お願いします。はい。ということで最後に明日のカウントダウン配信ですが、明日は、21時から、今日と同じ時間ですね、今日はちょっと遅れちゃったんですけど、21時から、加藤優香さんと川上千尋さんが配信してくださいます。うわー、優香さんと千尋さんです。ダンサブルコンビですね。すごい楽しみですね。皆さんぜひ明日の配信も見てください。お願いします。もちろん見れない、ありがとう、ぜひぜひ見てください。はい。皆さん本当にたくさんね、ちょっと遅くなっちゃって申し訳ないです。本当に遅れちゃって電波の関係でね、なかなか始めることできなくて申し訳なかったです。本当に皆さんありがとうございます。はい。本当にねコメントとかもたくさんいただけて嬉しいです。ありがとう。あ、全部ですかこれ。あ、はい、はい。そして、明日の配信はね、さっき言ったうーかさんとちひさんの2人なんですけど、配信予定は7月5日月曜日も、21時から上西レイさん、レイさんが配信を一人ですね担当してくださいます。レイさんの配信もぜひ見てください。そして7月6日火曜日は21時から、阿部若菜さん、そして原かれんちゃんが2人で配信してくれます。はい。若ぽんさんとカレンタンねも、難波新選組の公演に一緒に出ます。はい。で、7月7日水曜日は21時から渋谷渚さんが一人で配信してくれますね。渚さんの配信とかすごい楽しそうですね。めちゃめちゃ楽しみ。そして、ラスト7月8日木曜日は、これはちょっと時間がいつもと違うんですけど、23時から、はい、我らが
NMB48 キャプテン小島かりんさんが配信してくださいます、ね、やっぱラストはねキャプテンってことですごいね、こじりんさんからどんなお話を聞けるのかすごい楽しみなところですね。ぜひ皆さん全部のコメントぜひ見てくだ、全コメントじゃないわ全部の配信見てください、よろしくお願いします。はい、ということで皆さん今日も配信見てくださって本当にありがとうございました。それではまた明日からの配信もぜひぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。これはもういいんですか。ありがとうございました。楽しみましょうね。これはそれは私が言ったらいいですかこのなんか言わなあかんこと、うん、はい、まあね、まあ、コーナーはケイトちゃんと、まあ、2人で楽しく全部できたということなので、まあ、私からはね少しおーなんか盛り上がってる、イエーイ独占やんやん、ね、させてもらっちゃったりしちゃって、そうはい、まあね、さっき、新選組公演のキャプテンとそしてテーマとグループ名もね皆さんにお伝えさせてもらったんですけど、はい、おさらいをね皆さんと最後に情報のをやりたいと思います。イエーイはい、7月9日から11日に NMB48 のコンサートゼップ大阪ベイサイドで開催します。イエーイ。まあでも皆さんね、もうこの配信見に来てくださってる方は知ってくださってると思うんですけど、そう体調と、そう体調頑張りますはい、そうですね、金曜日は18時から白間みるさんソロコンサート2021ゼップでもみるみる公演ですね。みるさんのソロ2回目かな、みるさんのソロ公演はね、そう時間、そうケイトちゃんはね時間でちょっといなくなっちゃいました。そうよろしく勝たん、おー嬉しい頑張りますよ。はい、まあみるさんのソロ公演もすごい楽しみですね。ベイサイド読めたって書かれてる、ちょっとはいそして次の日土曜日は、先ほどから私たち、まあ、ケイトちゃんも言わせていただいてました、13時から NMB48 難波新選組公演で、13時からは太陽の陣炎天下で走り続けろ、はい、さっき出てくれてましたケイトちゃん、塩月ケイトちゃんがキャプテンのお昼公演になってます。これも楽しみですね、めちゃめちゃ。もうすごい個性がね、私から見てもすごい個性が強いメンバーばっかりやから、すごいお昼も楽しみだなって、ちょっとなんか一観客としてちょっと見させてもらいたいなって思ったりします。はい、そしてその土曜日同じ日の18時からはNMB48 難波新選組公演難波一番隊御用改めであるということで、夜公演私がキャプテンを務めさせてもらうんですけど、夜公演のメンバーね、すごい今もリハーサルでこう昼に負けないように頑張ろうってめちゃめちゃ頑張ってリハーサルもやってるんで、皆さんぜひ楽しみにしててください。はい、そして、日曜日は13時からと18時から2公演ですね、2公演、 NMB48 ここにだって天使はいる公演2021、おー、これは皆さんもすごい楽しみなんじゃないですか。私もすごいなんか昔の先輩方がやられてるの見て、なんか今回2021バージョンを見れるのすごい楽しみやなと思ってるので、一緒に見ましょうね。昼夜でメンバーも少しね変わったりするので、いろんなメンバーのいろんな一面が見れるんじゃないかなと思います。一緒に見ましょう。はい、土日は各メンバーが異なるので、ぜひぜひそれぞれの違いを楽しんでいただければなと思います。はい、そしてなんとこの全部ね5公演とも
この17ライブさんで無料生配信されます。わー、ありがとうございます。17ライブさん、すごいすごいですね。無料生配信、無料ですよ。これは絶対見なきゃね。はい、まあ、ライブまでね、さっきもケイトちゃんとめっちゃ言ってたんですけど、あと6日なので、会場にね来れないって方もぜひぜひ17ライブさんの配信で見てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。一緒に盛り上がりましょう。なんだってってね、イエーイ、すごい嬉しい、ありがたいですね本当に。電波だけお願いします。確かにちょっとね今日はあれだったんですけど、大丈夫だと思うのでぜひ皆さん見てくださいはい、そして、はい、ちなみに私と、さっき出てくれてたケイトちゃんは、さっきから何度も言わせてもらってるんですが、土曜日のね10日の公演に出させてもらいますので、皆さん楽しみに待っててください。お願いします。はい、ということで最後に明日のカウントダウン配信ですが、明日は、21時から、今日と同じ時間ですね、今日はちょっと遅れちゃったんですけど、21時から、加藤優香さんと川上千尋さんが配信してくださいます。うわー、優香さんと千尋さんです。ダンサブルコンビですねすごい楽しみですね。皆さんぜひ明日の配信も見てください。お願いします。もちろん見れない、お、ありがとう、ぜひぜひ見てください。はい、皆さん本当にたくさんね、ちょっと遅くなっちゃって申し訳ないです。本当に遅れちゃって、電波の関係でね、なかなか始めることできなくて申し訳なかったです。本当に皆さんありがとうございます。はい、本当にねコメントとかもたくさんいただけて嬉しいです。ありがとう。あ、全部ですかこれ。あ、はい、はい、そして、明日の配信はね、さっき言ったうーかさんとちひさんの2人なんですけど、配信予定は7月5日月曜日も、21時から上西礼さん、礼さんが配信を一人ですね担当してくださいます。礼さんの配信もぜひ見てください。そして7月6日火曜日は21時から、阿部若菜さん、そして原かれんちゃんが2人で配信してくれます。はい、若ぽんさんとカレンタンねも、ナンバ新選組の公演に一緒に出ます。はい、で、7月7日水曜日は21時から渋谷渚さんが一人で配信してくれますね。渚さんの配信とかすごい楽しそうですね。めちゃめちゃ楽しみ。そして、ラスト7月8日木曜日は、これはちょっと時間がいつもと違うんですけど、23時から、はい、我らが NMB48 キャプテン小島かりんさんが配信してくださいます、ね、やっぱラストはねキャプテンってことで、すごいね、こじりんさんからどんなお話を聞けるのかすごい楽しみなところですね。ぜひ皆さん全部のコメントぜひ見てください。全コメントじゃないわ全部の配信見てください。よろしくお願いします。はい、ということで皆さん今日も配信見てくださって本当にありがとうございました。それではまた明日からの配信もぜひぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。これはもういいんでしょうか。あ、はい、ありがとうございました。楽しみましょうね。